こんにちは、内田誠です。今日から始まる新しい番組第1回をお届けしたいというふうに思います。世の中なかなか納得できないことが多いというふうに思いませんでしょうか。腹の立つことも本当に多いんですけれども、ただ腹が立たないことの中にも、よく理由がわからない、なぜそこがそうなるのか納得できないというふうなことが、たくさんあるように思います。そこで政治経済に限らず、さまざまな分野でそのような問題を一つ一つ掘り出して、専門家の方にお話を伺いつつ、その先へ進んでいこうという趣旨の番組です。タイトルはちょっと、気張りすぎのところがありますけれども、私はウサギでもアリスでもないんですけれども、迷える子羊みたいなところで、イメージしていただければというふうに思います。で、今日第1回目なんですけれども、大阪を中心に勢力を伸ばしてきた、日本維新の会が、国会で41議席を占める、その他政治的に大変大きな躍進をこの間遂げてきたということについて、どうも特に東京中心に仕事をしている人の間ではどうも納得できない、なぜか理由がよくわからないっていうふうなところがあるんですね。そこで、維新の会について、おそらくこの方を置いて他に語られる人はいないんじゃないかというふうに思う、この問題専門のジャーナリストってわけじゃないんですけど、維新の会について大変お詳しくて、本も書いてらっしゃる、吉富雄二さんをお招きして、ズームでお話を伺ってみたいと思います。というところで、吉富さん、はい。今日はよろしくお願いいたしまこす。ちらこそよろしくお願いします。はい。吉富さんとはちょっとお久しぶりですね。いや、もういつ、さい、内田さんと最後に会った2、3年前です。2、3確か、新大阪の駅で飯食った時以来です。年 ありました、ありました。そうですね、そうです。もう私は帰る都合で、わざわざね、新大阪に来ていただいて、楽しい、なんか飯もう会コロに。ナでなかなか抑え来れませんでした。そうですね。なんとか今年中に一度ね、直接お目にかかる機会があるいやといいんや、ですけども。ぜひぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、維新なんですけれども、例えば私のように雑白に見ているとですね、特に大阪府知事の吉村さん、この方、若い知事さんで、で、テレビのニュースを見ている限りは、いつも割となんかこういい場面に出てくるんですよ。で、府知事は決然と何かをやってるなっていうイメージがあって、で、この人の人気っていうのはかなり大きいんじゃないかなっていうふうに、即断をしてしまうところがあるんですけど、それはどうですか？いや、今現在において吉村さんの人気があるのは間違いなくてですね。で、この原因は、きっかけというのは、明らかに新型コロナウイルスの感染拡大ですね。で、それ、じゃあそれ以前の吉村さんが人気があったかっていうと、実はそうでもないんですよ。例えば吉村さんは、大阪市会議員を振り出しにして、それから衆議院議員になって、橋本さんが大阪市長を辞任した後に急遽引っ張り出されて市長選に立候補して通ったんですね。その時は割と地味だったんですよ。で、次に松井さん、その時は松井一郎さんが知事だったんですけど、で、松井さんと吉村さんがクロス、要するに府知事と市長を入れ替えることで、選挙をやって、これが2019年のことですけども、それから府知事以来やってるんですけど、じゃあ、なんか今のような人気があったかって、そんなことないんですね。だから明らかに新型コロナウイルス、昨年でした、一昨年でしたっけ。で、それがその感染流行しだした時から、吉村さんはそのテレビに出ることが頻繁になりだしたんですね。で、これから、今日も出てましたけどね、本人、テレビで。そうですか。ほぼ毎日です。それ以来ですね、吉村人気というのは高まる急上昇なんですよ。で、もっとすごい話をすると、この吉村人気にあやかって、吉村グッズなるものが売られてますから
T シャツですとか、はマグカップだったかな。い。とにかくそんなものが、まあ、商魂たくましい大阪人なんでしょうけど、タレント扱いっていうのか要するにタレンなト扱いね。なんですね。それがまあ今、そういう状況で、各社がですね、各マスコミが世論調査をしても、まあ、吉村さんの人気は高いし、当然それに連動して維新の人気も上がっているとなるいう状況は今の大阪ですね。ほど。ただコロナ対策でその手腕を発揮したかっていうと、まあ、その感染の進み具合もそうですし、何でしたっけ、レインコートを集めようとしたりとかですあ、あね、れは松井さんですよ松井ね。さんがね、それからイソジンです。イソジンの話がありますでしょ。まあ、ちょっと間が抜けてるっていうか、もうなんか、実は私は別の番組をこのデモクラ TV でやっててですね、そっちにその大阪の方は結構実はメールをくださるんですけど、どこかの土産物屋でそのクッキーをですね、焼いてて、それをまあ通称、イソジンクッキーっていうね、吉村グッズですね。吉村クッズな話があって、まあ、要するに揶揄する対象になってるっていうふうな印象があったんですけど、全体としてはそうじゃないんですね。全体としてはだから吉村さんの人気はすごいですよ。だからテレビ局もですね、その吉村さんを、まあ、呼ぶんですね。まあ、コロナの対策を聞きたいがために。で、まあ、もちろんその知事の口から対策を言うのはありなんですけども、テレビ局の本音というのは吉村さんが出れば視聴率が上がるというような、非常にですね、泥臭い話なんですよ。だから例えば A 局が吉村さんを呼んでテレビ出したら視聴率が上がったからうちも出さないわけにいかないと。でそこで出すと。でそれがなんかじんぐりじんぐり回って、今各局で出てますよね、吉村さんは。ただね、この間ちょっと、まあ、数日前なんですけど、今年の正月なんですけども、大阪の毎日放送、MBS 毎日放送っていうところがですね、吉村さんと松井一郎さんと橋本徹さん、この3人をバラエティ番組に呼んだんですね。それで、まあ、私はもう見てなかったんですけど、後の報道でやると、まあ、その別になんていうか、まあ、3人呼んでも構わないんだけども、結局、まあ、その結果として維新の宣伝みたいになってしまったと。なるほど。で、まあ、都構想の話、大阪都構想の話もあったらしいんだけども、でこれがですね、その MBS の内部でも問題になって。でこれは要するにその放送法が規定しているところの政治的公平性に欠けるのではないかという社内からの声が上がって、なるほど。番組審議会からも文句が出たそうなんですよ。それで、まあ、その社長がこれ記者会見で明らかにしたんですけども、社内調査を始めるということになって、まあ、まだ MBS の場合はまだ社内調査をするだけマシなんでしょうけども、どちらかというとそういう、まあ、良心的な印象がある曲ですよね。まだ多少はね、比較の問題ですけど、ただやっぱりそうでないようなテレビ局の中にはあって、もうタレントなのか何だかなのか分かんない、知事なのか、知事風タレントなのかよく分かんないというような感じなんですね。なるほど。だから、まあ、テレビの人気がテレビで出演することに比例して吉村人気が上がったのは間違いなくて、でこれはさっきの、内田さんの話に戻るんですけども、じゃあ吉村さん自身コロナ対策で何かやったかっていうふうになってくると、これはまあ非常に疑問な話であって、そうですよね。で例えばの話、まあ、今も、新しいこのコロナ、オミクロンですね、オミクロン株で 全国的に感染者増えてるんですけども、まあ、それ以前のデルタ株でもそうですけども、その死者の方ですね、亡くなる方にもお亡くなりになった方で、人口あたりのその死者数、亡くなった方の割合っていうのは大阪断然トップなんですね、東京抜いて。あれですよね。だから、まあ、こういうものを見ていると、本当にだから大阪が、コロナ対策万全だったのかということについては、やはり
疑問が浮かぶし、で吉村さんがそのいろいろやつき早に打ち出した、うん、例えば大阪モデルであるとか、イソジンが効くとかですね、うん、はい、そして大阪発の、うん、ワクチンを作るとかいうようなことを、はいはい、まあ、いろいろとぶち上げたはしたんですけども、うん、まあ、ほとんど効果がないと、ね、ワクチンに至ったら頓挫しちゃったんですね、これは。あ、で大阪大学やったやつですね、大阪大学のベンチャー系のやつですね。であと、まあ、イソジンにしても、うん、これもその臨床例が少なくてですね、うん、はっきりと効くというのは断言できないし、そうです、ね、面白いのはそのこれこの時吉村さん、うん、大阪府庁の記者会見室でやったんですよ、でイソジンが、はい、イソジン前にずっと比べてやったんです、はいはい、でこの時ね、ある、まあ、もう名前言わない方がいいのかな、あるテレビ局がですね、関西、生中継やったんですよ。あ、会見におそらく合わせたんでしょう。生中継をやる、ね、生中継やった。もしかして僕がお世話になったことのある曲じゃないですか、ね、実は半藤は私がお世話になった曲じゃないんです。やっぱり、あ、違うんですね。あ、違います、違います、違います。わかりました、はい、そこは安心していただいて、はい、で生中継、まあ、情報番組ですね、うんうん、で生中継した途端、その、薬局の戸棚からは忙しが消えたったんですよ。まあそうですよ、そういうふうになりますよ、大体ね、それで忙しが効く、忙しが効くって言ってさんが、忙しが、まあ、うん、まあ、みんな買いあさったと、買い占めたっていうようなことがあって、じゃあそれが本当に効くのかどうかっていうのは、まだまだ実証されてないわけであって、そうです、ね、か確かにこういう、これはあくまでも一例ですけども、うん、吉村さん結構騒いでるんですよ、テレビを通じて。なるほど。でこのテレビを通じて騒いでいることがですね、うん、吉村さん頑張ってると、うん、というようなイメージにいつの間にか転換されちゃってるんですね。私、関西弁は得意じゃないですけど、吉村さん頑張ってはるってそう、それですね、吉村さん頑張ってるやんと、頑張ってるやん、頑張って汗かいてはるやんと、あ、何を文句言うねんってなんて僕、私なんかよく言われますけど、ですね、その、まあ、私なんかが見ると、どうしても吉村人気に大きく影響されて、まあ、有権者は投票したのかなっていうふうなところに結びつけたくなるんですが、吉村さんはそうではないというふうにおっしゃってますよね。はい、朝日の記事を拝見しましたけども、吉村さんの人気が維新の人気に直結して、うん、それが昨年10月末の衆議院選挙の結果に反映されたというのは、これはその通りだとは思うんです、うんうん、それはそういう側面もある、はい、間違いなく。ただしそれだけではないよと、うん、やっぱりそれはやっぱり維新、大阪維新の会というものの歴史と、うんうん、それから大阪府、大阪市の歴史と、うん、で彼ら個々の議員の普段やってる活動を見ないと、うん、全体像はつかめないと思うんですね、うん、今回の衆議院選挙で日本の維新の会が躍進した理由っていうのは、はい、私はそう思うんです、うん、朝日のね、記事を拝見しましたけれども、はい、吉富さんがその歴史的な事情というふうに抑えておられることの一つが、はい、バブル期に大阪市が箱物行政で大失敗をしたということ、うん、あれですよね、港沿いのところですよね、うん、それから公務員とそれから労働組合に対する非常に強い批判が巻き起こった、なんか確か背広を新調するみたいな話がありましたよね。ありましたね、はい、もうちょっと本当かやっていうレベルでしたけども、うんうんうん、これはそうそう、うん、これはね、うん、大阪のにおいてです、2004年から2005年にの話なんですね、はい、でちょうどこの時にですね、うん、特に大阪市、うん、大阪市がとんでもないことをやっていたということが、マスコミ報道によって明らかになるんですね、うんうん、もちろんこの時は維新もありませんし、うん、橋本さんもテレビに出ている人じゃなかったんですね、うん、まだ、もしかすると出てたかもしれない、そろそろ出てるかもですかね、うん、で、うん、何をやったかっていうと、うん、例えばその大阪市の場合ですと、大阪湾、大阪湾ですね、大阪湾岸を中心とした、はい、箱物開発、箱物を建てたりとか、うんうん、
あるいは今ちょっと話題になっている万博で話題になっている夢島、はいはいはい、からあと USJ がある舞島、はい、でこういうところ、まあ、ちょっと先島っていうところもあるんですけども、うん、こういう湾岸開発をどん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 行ってきた、うん、バブル期ぐらいからバブル、うん、計画はバブル期の前からあるんですけどね、それでこれがですね、まあ目的は大阪湾岸に大きなビルを建てて、うん、からいろんなマーケットを作って、うん、ホテルとなんだかんだ建てて、そうすると国内外から企業が集まって、うん、潤うじゃないかというようなキャッチフレーズだったわけです、うん、その象徴的な事例が WTC ビルという、はいはいはい、確か高さが252か200なんか、確か一度今ど忘れしましたけど、はい、まあ、当時は西日本一高いビルディングだったんですね、はい、ところがバブルが崩壊してそこでやめればよかったのに、うん、進めちゃったと、うん、もう後には引けないということで、うんうん、で結局蓋を開けてみたらその WTC ビルというのは、うん、まあ、ワールドトレードセンターっていうんですけども、はい、まあ、アメリカにもありましたね、同じ名前ですね、ですけども、うん、要するにそこに、いろんなその貿易国際的な企業を呼んでくるんだと、うん、いうことだったんですが、うん、ところが蓋を開けてみたらですね、うん、ほとんどテナント埋まらなかったんですよ、うん、テナント埋まらずに、まあ、私も当時取材したんですけれども、テナント埋まらないもんだから大阪市の部局が入ってた、6割から7割、うん、でひどい話になると100円ショップが入ってたでパチンコ屋もあったと、あ、でどこが国際的なビルディングだっていうような笑い話みたいな話があって、あ、でも笑い話で済まないのは、うん、結局借金が増えちゃったんですよ、そうですよね、うん、で借金が増え大阪市の借金になってしまった、うんうん、でさらに大阪市の職員に目を向けてみると、うん、働かない人が多かった、うんうん、労働組合は大阪市長の選挙の時に、うん、まあ、手を貸す代わりに労働組合の言うことを聞けというような、うん、半ば労組が、うん、大阪市を支配しているような影の支配者みたいな実態もあった、はいはい、うん、まあ、これも本当さっき今内田さんが言われたけども、うん、背広、はい、背広を配ったとかですね、ね、うん、もっと面白い話な、面白いというかひどい話なんですけど、大阪地下鉄、今は民営化になって、はいはい、大阪メトロっていう名前になってるんですけども、当時は市営地下鉄でしたから、うん、ちゃんと例えば、まあ、御堂筋線っていう、まあ、はいはい、一番大きな線赤いやつですよね、うん、あるんですけども、うん、列車をですねちゃんと規定の範囲に収められたら手当を払うんですね、うん嘘のような話もあったんですね。あ、で公務員が一般の公務員は公務員で、うん、まあ、あるその区役所ではですね、うん、もう5時になったら誰もいないと、うん、で働かないと、こういう状況があって、これが2004年の末から2005年にかけて、うん、マスコミ報道によって明らかになったんですね、うん、で私もその時本を書いたんですけども、で拝読しました、ありがとうございます。でこれがですね、うん、もう当然大阪市民の怒りを買うし、うん、全国的にも報道されたわけですね、うん、で、まあ、その後その当時磯村さんという方が市長だったんですけども、はいはい、出直し選挙をやって大阪市を立て直すっていうことをしたんですが、うん、維新が登場したのはその後なんです、うん、で橋本さんは2008年に大阪府知事になったんですけども、はいはい、まだ 3年しか経ってなかったんですね。ああ、彼が府知事になった時は。あれ、その最初の府知事の選挙の時っていうのは彼は無所属で出てるんですか、うん、自民党が推薦しました。推薦で、自民党が推薦していて、うん、公明党は、まあ、もう、まあ、特に何もなかったかな、うん、でだって彼を引っ張り出したのは自民党ですから。あの例の2万パーセントないって言った時ですよね、うん、そうですそうです、はい、2万パーセントないって言ったら、あれは後で聞いてみると、うん、東京の番組だかなんかでやっぱりその、ええ、まだその今明らかにしちゃうと、番組に迷惑がかかるか違約金が発生するかなんかだったらしくて、ね、ああなるほど、で、まあ、まあ言えなかったらしいんですよ、ええ、まあそれはそれで仕方がないと思ってるんですけど、ええ、まあそれでまあそういうことがあって橋本さんが府知事に当選した、うん、もう
確かダブルスコアで勝ったと思うんですね、すごい人気だったです時点の方とか。すごい人気だったですよね。それで最初のうちは、まあ、大阪府をぶっ壊すと、うん、まあ、当時自民、まあ、昔あの小泉さんが、うん、小泉純一郎さんが自民党をぶっ壊すと、ね、うん、ぶっ壊すみたいなこと言いましたけど、うん、はい、橋本さんにすれば大阪府をぶっ壊すというような感覚だったみたいで、うん、ところがその後に自民、維新の会ができた、うん、自民党の府議団から抜け出た一部の、議員さんが今その中に松井一郎さんもいたんですけど、大阪維新の会ができてその代表に収まった、うん、橋本さんが、うん、はいはい、で収まって、で今度は収まった途端に今度は大阪市をぶっ壊すことになったわけですね。あ、で大阪市をぶっ壊すっていうのは表現おかしいけども、うん、大阪市を改革するっていう方向に転換されていったわけです、うん、でその代表が大阪都構想です、ですね、うんうん、大阪府は残して大阪市を東京都のようなに特別区を作ると、うん、でこれを当時、うん、大多数の大阪府民大阪市民は熱烈歓迎したわけですよ、うん、なぜかっていうとやはり2004年2005年に明らかになった大阪、うん、はいはい、特に大阪市の、行政のひどさ、うん、働かない公務員がいっぱいいると、うん、いうことにその批判の目があったから、うん、それにうまく乗ったんですね。なるほど。維新が、まあ、要するに橋本さんと維新がその市民府民の強い怒りに差を差して、うん、それをきちんと批判できたので、うん、大きな支持を得たっていうのはこれは分かる話なんですけど、はいはいはい、その時にですね、つまり他の野党であるとか、うん、あるいはまあ自民党でもいいんですけど、うん、その状態をやっぱり根本的に改めるっていうふうな方向 その政策を打ち出したり、あるいは野党で言えば、うん、それを厳しく批判するっていうふうなね、うん、ことで維新ではなくて、既存の野党あるいは与党がそれを怒りを逆に力に変えていけた可能性っていうのはなかったんですか？ですね、これは、うん、まあ、まずですね、ちょっと話を整理しておくと、はい、大阪市は、まあ、その2005年に大阪市がですね、うん、まあ、そういういろんなひどさが明らかになった以降、はい、じゃあ維新が誕生するまで何もしなかったのかというと、これは間違いなんです。あ、これは違うんです。なるほど。磯村さんが出直し選挙をやったって先ほど言いましたけども、うん、磯村さんが出直し選挙で再当選してからは、うん、磯村さんは労働組合に手をつけたんですよ。あ、労働組合のその支配に手をつけた、うん、そして第三セクターであるとか、うん、労働組合が持っている、うん、まあ、いろんな施設にも手をつけたら、ええ、だから改革はやり始めたんです。あ、でその時確か助役に来たのが大平道夫さんという女性弁護士なんですよね。あ、はい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 。で上山真一さんという今維新の顧問をやってる学者がいるんですけども、ええ、はい、この方も確か入ってたんですよ。ああ、そうですか。磯村さんの、なるほど、ブレーンですか。磯村さん、ごめんなさい、関さんです。あ、関さん、ね、私磯村さんって言いました、間違えた。あ、はい、関さん、関、はい、関市長です。磯村さんその前でした、うん、関さんでした当時、うん、はい、で関さんのブレーンとして入っていった、うん、でだからその関さんの後に、平松太陽さんが市長になられて、はいはい、で平松さんも一応労働組合の支援は受けてはいたんですけども、うん、ゆっくりとですけど大阪市の改革をやっていたんです、うん、間違いなくやっていた、うん、で手をつけていた。で、でその後です、維新ができたのは、うん、維新ができて橋本さんが市長になった、はい、で橋本さんももちろん手をつけた、労働組合に、うん、完全にもうとどめを刺すような、かなり乱暴な手をつけましたよね。だ、うん、だから言ってみればですね、関さん、関市長、平松市長、うん、うん、橋本市長、うん、でこのホップステップジャンプでもって、うん、大阪市の改革というのは進んでいったのは間違いないんです、うん、だからまず押さえておかなければいけないのは、維新だけが大阪市の改革をしたわけじゃないってことです、うんうん、それはスピードには差はありますよ、うん、スピードには差はあったとしても、それまでの市長が平松さんにしても、うん、関さんにしても指を加えて見ていたわけではない、うん、でだとじゃあ今も自民党とか、うん、公明党とかどうだったかっていうと、自民党はちょっと抵抗した部分もありましたね、うん、やっぱりその自民党は大阪市行政と一緒になって箱物行政に突っ込んできたことがありましたから、うん、やっぱりその改革という意味ではそれほど維新ほど、うん、
大胆な政策は打ち出せなかった、うん、でそれがかえって災いしちゃって維新が出てきたもんだから、うんみんな大阪市民大阪民は、うん、ひどい大阪を直すのならば維新だと、うん、自民党や他の規制政党は何もしないじゃない、うん、いうことでみんながですね維新にドドッとこの票を入れたと。それやっぱりあのなんていうんでしょうか、その起こっていることのあまりのバカバカしさ、うん、その WTC の中にパチンコ屋さんが入ってるとかね、うん、それからそのさっき言われた地下鉄のうまく止まったら手当が出るみたいな運転手さんですね、そういう あまりのバカバカしさとそれと改革の厳しさっていうのはこう例えば関さんや平松さんの場合ね、合わなかったというか、つまり そんな手ぬるいことで改革できる話じゃないだろうという批判を食らったっていうことはありえますか。つまりね、あのバカバカしいその箱物行政なりその労働組合のあり方をやっぱり一挙に変えるにはそんなの手ぬるいことではそもそも無理なんだと、橋本さんみたいな、その、なんて言ったらいいんですよね、そういう時は。ちょっと乱暴なまでのね、手段をこうその駆使できる人でなければできないと。うんうん、大阪市民ふうにはそう考えたんじゃないですか。まあ、それもあったと思います。うん、だからやっぱりその、刺激的な、改革でないと、破壊的な改革でないと、やはりその大阪っていうのは治らないと。いうようなことはあったと思うんです、うん、だから、あの維新の会が飛躍的に伸びていったのは2011年なんですよ、2011年4月の統一地方選挙の時に、これ維新が初めて地方選挙に出た時ですけれども、この時にもうこの時いきなり大阪府議会で単独過半数を取って、大阪市議会では最大会派になった、自民党、それまで自民第一会派だった自民党が交代していったと、いうことから考えると、その確かに関さん平松さんは改革を進めていったけども、やはりその維新の宣伝がうまかったのかもしれませんね、そんな生ぬるいことがダメなんだ、過去の大阪に戻すなというのが維新のキャッチフレーズなんですけど、今ここで改革しないと、2004年2005年になったような WTC が破綻するようなことが起こるぞというような宣伝がうまく功を奏して維新が大躍進していったと思うんですね、これはちょうどだから2011年4月の統一小選挙です、この時から、今年で11年目ですかね、そうですね、11年以来維新は府議会市議会において第一会派最大会派ですよ、常に。いや、それすごいことだと思うんですよね。実は別、昨日ちょっとあるその雑誌に頼まれて、その辺の話を書いていたんですけど。そうなんですか。地域政党っていろいろあるじゃないですか。名古屋とかね。名古屋、厳選日本がありますね。東京だったら都民ファースト。彼らは一応国政を目指したんですね。でも、一人もいないでしょ。そうですね。維新だけですよ、うん、野党第二党までなれたっていう、うん、やっぱりこの辺の、まあ、これは今回今日のテーマに関連するんでしょうけども、それはなぜだと、いうような話になってくると、いやそれは、やはりやっぱり大阪の歴史という、といいますか、大阪維新の会の存在を抑えておかないと理解できないんです、そうですね、だから単に日本維新の会が強かったじゃないんです、日本維新の会が強いっていうのは、その背景に大阪維新の会の力があるからなんですよ、ここを抑えておかなきゃいけない、吉村さんの人気も確かにある、吉村人気が追い風になったところもあるんだけども、じゃあ吉村人気だけで勝てるかっていうのは決してそんなことないですよ、なので、ね、やっぱりその、ね、吉田さんが指摘されたその箱物行政なり労働組合の問題なりに対する非常に強い怒りがやっぱりここまで維新をは大きくしてるっていうことですよね。あと、まあ、そのなんて言いますか、維新はそれ以来ですね、どういうのかな、府議会と市議会を抑えたんでしょ、はいはいはい、
それから府知事と市長も抑えた。そう、すごいですよね。つまり行政、大阪府と大阪市においては、行政と議会を完全に手中に収めちゃったんですすよ。ごいよね。ね、で、こんな政党っていうか、こんな地方ってあんまりないんですけども、おそらくないと思うんですけども、で、行政と議会を抑えると何ができるかっていうと、何でもできるんですよ。極端なこと言うと、何でもできるわけそうですね。です。で、何でもできるから、で、そのしたことが、行ったことが、それは医師の 実績としてカウントされるわけですね。例えば、橋本さんが大阪府知事の時代に、私立高校の授業料無償化をやった。で、あと、まあ、保育園とか、あと、なんだ、授業、塾か、塾代の無償化とか、松井さんは去年かな、市の小学校か中学校の給食の無償化をやった。まあ、これはこれで、まあ、喜ばしいことではあるんですけども、決して批判するような話じゃないんですけども、まあ、これは一部ですけども、まあ、その党は自民党や公明党が共産党が批判しようがですね、反対しようが何でもできると。なるまあ、ほど。一番極端な例は万博とカジノですよね。ああ、そうですで、ね。カジノもまあまあ、維新の力でもって、もちろんこれは国の力もあるんだけども、大阪でできることになった。で、こういう府議会、市議会、府知事、市長を4つを抑えることによって、維新は完全に大阪を治めた。大阪を治めたということは何でもできる。何でもできるから、維新には実績がある。というような意識が大阪府民、大阪市民の間であるわけです。なるほど。ええ。だそからうまずここか。が非常にベースにあると思います。まあ、ただその全部抑えてるっていうことになると、失敗は全部責任かぶんなきゃいけなくなりますよね。責任かぶりますかね、彼ら。責任かぶんないでいい条例案を 出して可決しますかね。いや、例えばですよ。例えば、大阪都構想どうですか。あれ2回やったんですよ。維新の目玉政策じゃないですか。ですね。一番最初にやった2015年の5月17日でしたけども、この時橋本さんがと松井さんでした。府知事と市長はね、1回負けたんです。で、本当だったらそこで彼らは、維新は自分たちの一丁目一番そう目です玉よ政策ね。だって胸張ってたんだから、党をバラバラにするな回答くすするとのかがね。その回答するのが筋なんだけども、まあ別に2回目もやったでしょ。これ3度ね。目あるんですかね。ワクチンじゃないんだけど。あ、3度目多分あると ありますか。思う。で、なると思う。で、要するに、じゃあ本当責任取らなきゃいけないんですよ。まあ、そうです橋本さね。んは責任取って市長を辞めて政界去ったんだけども、じゃあ党としてどうなんだと。党として責任感があるんだったならば、大阪市民は民意でもって構想を否定したんだから、決して2度目があっちゃいけないですよ。そうですどんなね。証拠にもなく2度目やっちゃったんですよ。だから今、内田さんが言ったように責任取るんですかねって言われたけども、この都構想だけ見てもですね、そうか。責任取らないなって気がしますよ。まあ、それ言われたところで痛くも痒くもないっていうことです言われかて、そう、ね。痛くも痒くもない。だって、維新というのは最強ですから、大阪では。そうそう、これはね、一つ伺っておかなきゃいけないですけど、その維新は、そのドブ板の活動も非常に熱心で、その、まあ、ドブ板って、まあ、ある意味、選挙にとっては、まあ、黄金の手段というかね、それ、やっぱり、なんていうかな、選挙に強い人は必ずドブ板やってるって、言えるようなところあると思うんですけど、なぜそれができるんですか。維新はさっき言いましたけども、維新が大躍進したのは2011年4月だと言ったでしょ、統一地方選挙で。で、この時にね、橋本チルドレンと呼ばれる新人議員が大量に登場したんです。今の吉村知事もそうですよ。この時の当選組なんですね。もちろんそれまで自民党にいたっていう人も結構いたんだけども、橋本チルドレンが大量に、つまり新人議員が大量に当選した。彼らは橋本さん人気でほとんど当選したようなもんだったから、組織基盤が全くないんですよ。
自民党や公明党や共産党ってのはあるでしょ、うん、支援組織があるじゃないですか。まあそうですね、何かしら持ってます、ね、維新の議員は当選したはいいけども、うん、一から作る必要があったんです、うん、でここでこれ多分松井さんだと思うんだけど、うん、松井さんとか、まあ、彼はやっぱりいろいろと言われてるけども、選挙に関してやっぱり動物的な感を持っててね、うん、やっぱりその組織作りに励めっていうような、うん、多分指令出したと思うんですよ、うん、でそのためにはその一人でも多く党員集めろと、うん、週に1回か何回かは駅前で街頭演説しろ、なるほどね、そこまでね、まあ、ほぼノルマのような感じでもってやらしたんですよ、うんうん、でじゃあ他の政党もやってるじゃないかと思うんだけども、やってはいるんだけども、例えば自民党なんかしてみると、うん、それほどあの熱心じゃないですよ。これは自民党大阪市議団のある議員さんから聞いた話なんですけど、例えば、大阪市会市議会ですね、大阪市議会の選挙区というのは中選挙区制なんです、うん、つまり複数当選するんです、はいはいはい、で対して、大阪府議会は1人区1人しか通らないところも多いんですけども、うん、大阪市議会においては複数区が多いから、うん、自民党の議員さんというのは例えばまあその自分がまあ初めて、通ったとしてもいるんだけど、まあ、世襲の場合も結構多いんですね。あそれもともとその組織基盤というか選挙基盤がある人が、うん、まあ、持ってる人もいるってことですね。多いです、うんうん、そうするとそれほど党員拡大活動をしなくても、うん、寝てても通るんで極端なこと、まあ、要するにそれはあの自民党 の, その地方議員の持ってた力はそのまま維新に移っていったってことですよね。そういうこともあります。そういうこともあるし、うんうん、で維新がすごいのは、例えば 5人区の選挙区があったとするじゃないですか、うん、はいはい、自民党は1人しか出さないです、うん、うん、維新は3人ぐらい出すんですよ、うん、3人ぐらい出すんですよ。競争させるんですか。競争させる、やっぱり。そうすると2人は通るんですよ、うん、下手すると。なるほどね。で、そうすると そういうことをやっていくとお互いに競争になるでしょ、競争になって、それでまあなんていうかその支持基盤の拡大にも励むでしょ、うん、で2人当選すれば議員数増えるでしょ、うんうん、そうですね、でだから自民党はもう そういう、うん、維新の選挙戦術の前では、うん、もう自民党なんかも指くわえて見てるだけなんですよ。いやでこういうことを結構やってるということと、うん、もう一つ言うと、やっぱりその維新の議員さんはドブ板活動をやってる、うん、その党員活動とか地元の声を聞くと結構熱心でして、実は私もあの大阪、私大阪の北区っていうところに住んでるんですけど、はいはい、大阪の北区の、市会議員さん、維新の市会議員さん、今あの国会議員になられたんですけど、その方にちょっとあることを、はい、その、まあ、陳情したことがあった、まあ、相談したことがあった、すぐ動いてくれた、うんうん、すぐ動いてくれて、行政の方もすぐ動いてくれた。あ、だから結構レスポンス早いんですなるほどね。だからそういうところがですね、うん、やっぱりその、まあ、有権者の心をつかむんじゃないかなっていう気はするんですよ。まあでもなんかそれ聞いちゃうと他の政党はその同じようにやってもその維新に負けるっていうのがやっぱりもう一つこう納得できないんですよね。うん、うん、まあ、あのやれ、だからやるじゃないですか他の党だって。いや、やってるんだろうけども、うん、もうすでに遅しじゃないですか、やっぱりね数、圧倒的な数が差があるでしょ、議員の数見てみると。うん、そうですね、うん、だって例えば大阪市議会でも大阪府議会でも半分持ってるんだもん、うん、維新は。その半分が同時にその地元を動いてると、うん、あ、なるほどね、残り半分が一つの政党じゃないですよ、うん、これ3つぐらい分かれてるわけですよ。そうですね、うん、それは確かに動いては自民党も公明党も動いてるんだろうけども、うん、維新に比べたらそんな目立たないですよね。だもちろんだから自民党にも公明党にも共産党にも立憲民主にも優秀な方がいらっしゃって、ね、うん、熱心な方がいるんだけども、うん、やっぱどうしても維新が目立っちゃう、うん、維新が目立っちゃう。
ちだってょっと行政で議会を抑えてるから何でもできるんだもん、彼そうね、まさに、なんていうか、行政とのパイプを握っているっていうことですかね。最大握ってるから。だから今ね、変な話なんだけど、例えばなんか行政に頼みたいことあるとするじゃないですか。みんな維新に頼みますから。自民党頼まないですよ。でね、だってね、それが次は公明党。公明党には頼むことはあるみたい。あんまり自民党に頼もうっていうのはないんじゃないですか。それはどういう、なんていうんですか、熱烈な選挙マニアみたいな人だったらね、選挙はこうやって勝つんだって、つまり自分がどういう社会を作りたいとか、どういう人を助けたいとか、そういうことな全くなくても、選挙を趣味にしてるような人だったら、そういうドブ板も含めて全部やると思うんですよ。だけど、維新の場合に、その目標、その理念的な目標がね、例えば都構想はもう2回破れちゃってるわけだし、からだから遡っていくと、そのバブルの時のこととかね、労働組合に対する怒りだとか、その怒りがいまだにずっとこう尾を引いてるっていうか、つまり維新の活力源は何なのかっていうことを知りたいんですね。そのさっき言った大阪市の不祥事、今2005年だとすると、それか、あれから16年経ってるのそか、うですね。17年か、17年経ってるわけ今です年はね、ね。そうですね。17年経ってるわけですね。そうするともういい加減、もうその記憶からみんな忘れられそうでてしょる人が多いう。し、これから忘れられるでしょ。で、維新は都構想を掲げていたけど、その都構想2回、もうなかなか、破れましたもう否ね。定されたわけですね。で、それでも維新は今、活動していると。で、確かに今、指摘されたように、目的を失いつつあるのは確かなんです。で、今、去年ぐらいからも話題になり始めたんですけども、大阪都構想の代わりに、大阪は今、東京と違って、東京のように、同じ区がありますね、北区とか西区とかって。こっちは政令市ですから、行政区って言って特別区じゃないんですけども、24あるんですけど、それをいくつか、4つか8つ、6つかのブロックに分けて、その総合区というものを作って、その総合区の区長、区長は公選はできませんから、選挙はできませんから、外部から呼んでくればどうかというような話、もともと公明党が出してきた案なんですけども、これは今、維新が、特に松井さんが乗って、これを進めようじゃないかとしているんですね。だから、新たなその目標は作りつつあるんですけども、ただ、ちょっと聞くところによると、維新の議員さんはあんまり乗り気じゃないらしいです。それやると都構想がなくなっちゃうから。だから、なんて言いますか、当初の目的がなくなりつつあるのが確かで、で、目的のために、その手段として議員を増やさなきゃいけないと。府議会でも市議会でも行政と議会を収めなきゃいけないっていう手段があったんですけど、今ね、私の見るところ、手段と目的はなんか入れ替わった気がするんですよ、完全に。そうか、だから、も目的、も今やし、その、維新の拡大が自己目的になっていて、そのための選挙戦、そのためにどうすれば勝つかっていう、その彼らの選挙がうまいですから、そういうような動きになってきている。当面は万博があります、カジノがあります。だから、これ維新の実績だっていうふうに大阪の人はみんなそういうふうに思ってますそうから、ですね。だから、それがその後でそうすね、例えか。ば万博後はどうなるんだろうかと、でいうこともあるでしょうし、とにかく維新の議員さんも、なんだ、我々の目的は何なんだというようなことも言う人いるんですけど、松井さんは今度、来年政界引退すると言ってるけ言どってまも、したけどね。言ってた、どうする？実際に引退するんでしょう。おそらく今のところ、でかくなることが、大きいことはいいことだって、昔、チョコレートのコマーあシるャルですがあっね。たけど懐も、かしいですね。これ分かりませんよ、若い人は。そういうものになりつつある。で、実際に、日本維新の会がそうですよね、とにかく議員を増やすと。
それから、まあ、地方において、大阪においては、府議会と市議会だけじゃなくして、うん、例えばいろんな豊中市であるとか、岸和田市であるとか、箕面市であるとかっていう市がありますね、市町村。他のとこですね。ここの市町村のトップ、うん、市長を維新が抑えていくというようなことを今結構やっているんですね。うんうん、まさに既存制度そのもの、まあ元気な既存制度って感じですね。その、うんうん、もうなんか破壊するっていうイメージではなくなってますもんね、すっかり。うん、まあ、何になりたいんだろうと、何をしたいんだろうと、うんでまあ、行き着く先は維新による維新のための政治なのかいと、うんでまあ、おそらく国政で見るともう野党第一党になって、ええうん、野党第一党になって自民党と、うんまあ、比較されるような政党になりたいんでしょうし、まあ、あわよくば政権取りたいんだろうと、なるほど、いうことなんだと思います。で実はまだまだいろいろ話したいことがあるんですけれども、はい、とりあえずですね、第2回目をいつかお願いするえ大丈夫ですよね。それは日にちによります。日にちによりますね、はい、まあ、それは要相談ということで、はいはい、相談ということにしましょう。で、はい、まあ、それでもやっぱり今回どうしてもやっぱり聞いておきたいことがいつもまあ残ってるんですけど、うん、吉野さん、朝日の公論の中で次の選挙で知事か市長を失うということになれば、まあ、維新が、まあ、壊れるかどうか分かんないですけど、その、うん、元気がなくなるというか、その勢力が衰える可能性があるとおっしゃってますね。そうそう、さっき言ったようにですね、うん、維新の強さの根源というのは、うん、行政と議会を抑えていることって言いましたよね、はいはいはい、これの一角が崩れると、うん、維新の強さが失われるんですよ。うん、でだから議会は難しいと思う。今その維新、うん、議会は難しい、うん、その府議会にしても市議会にしても、うん、維新を第一党の座から引きずり下ろすパワーは自民党にはない、はあ、なるほど、もはやない。公明党は無理、うん、立憲民主党もダメ、うん、共産党は最初から少数政党ですから、うん、論外なんですけど、なるほど、ただし、うん、府知事、市長は可能性はゼロではない、うんうん、例えば大阪市長、これも来年選挙ですけども、はい、大阪市長が維新でない人になってしまった場合、うん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 、これはもう維新の思う通りなかなか進まないと思いますよ。まあ、ただ辛いでしょうね。市議会が維新が圧倒的に強い状況で、うん、まあそのなんていうんですか、ねじれの状態のになるということですね。まあもちろんそれは維新にとっても、うん、今まですんなりいったことがいかなくなるとそうですいうことを意味するんですね。うん、維新にすればだからそれは、うん、なんていうかその停滞する大阪になるんでしょうけども、なるほど、うん、別の見方をすると維新の動きがストップするということです、うん、に鈍るということであります。なるほど。だから、まあ、市長か府知事か分かりませんが、うん、もし本当に来年の選挙で、うん、府知事選と市長選と統一地方選挙トリプル選挙がありますから、はいはい、ここで例えば市長が別の人がなったと、うん、維新でない人がなったという時に、はいはい、多分大阪はまた大きく変わったし形変わりますね、うん、吉村さんはおそらく多分府知事にそのまま行くと思うんですよ、うん、吉村さんは、うん、で問題は松井さんの後継者なんですよ、うん、まだ決まってないですから、うん、でまあそんな有名な人ってもういないじゃないですか。橋本さんもいないし。そうですね、大阪の市長になるべき人っていうことで言ったらなかなかいないですよね、うん、今のところだから維新の議員さんを見回してもですね、うん、まあ、それほどネームバリューのある人はいないから、うん、だからその戦い方によっては全く勝てる見込みがゼロではないですね、うんうんうん、維新と違う非維新、うん、反維新というか、うん、その側から見るとね。なるほど、うん、いやこの番組見てくださる方も維新に批判的な方が非常に多いと思われますので少し希望につながるところをこうね、お聞きしとかないとというふうに思ったんですけど、もう一つあるのはその維新の中の内部対立っていうのはどうなんでしょう、うん、そのちょっと思ったのは今あれ、まあ、日本維新の会というか全国化してますよね一つは、うんうん、で、まあ、大阪は大阪であるということになるとその大阪の維新の会の
方が、全国連絡会ですか、そこの、うん、あの幹部の代表以外を全部そこから出せるっていうふうな構想になってると、うん、ってことは大阪維新の会の下に全国の会が、うん、あのぶら下がってるっていうちょっと異常な格好だなと思って見てるんですけど、うん、こういうところって問題を起こしませんかね。まあ、例えば その面に関して言うと、ええ、国会議員団もそうなんですね。あ、なるほど。国会議員、普通他の政党を見るとだから国会議員の方がなんか上で、地方議員の方が下だっていうような、なんか意識あるじゃないですか。まあ、ありますよね、うん、維新は一応横並びなんですよ、うん、あ、だから横並びだから国会議員が偉いとかその地方議員が偉くないとかっていうことじゃない、まあ、それはそれでいいことだと思うんですね、うん、だから日本維新の会にしても代表は松井さんですよ、はいはい、松井さんは国会議員じゃないですからね。そうですね、うん、で他の地方議員もさんもいらっしゃる、うんうん、だからそれに対してなんか、うん、そのやっぱりどうなんだっていうふうに、うん、内心面白くないく思ってる日本維新の会の議員さんもいるやに聞いてはおります。おられるそうね、はい、うん、あとそのあとなんだろう、大阪維新の会の中で見ると、例えばその橋本チルドレン世代と、はいはい、それから自民党から来た松井さんのような、自民党からやってきた古くからやってきた議員、古い議員さんとの間の意識の差はありますね、うん、なるほど、意識の差はある、うん、で特に若い人の方が大阪都構想ゴリゴリの原理主義者みたいな人が結構多いですよ、うん、あ、でむしろ古い方が割と抑制的というか、うん、まあ、松井さんぐらいの世代とかになってくると、うん、まあ、例えばこれは口論でも言ったけど吉村さんの、はい、例えば行き過ぎに対してちょっと、まあ、ストップをかけるとか、いうことがあるんです。なるほど。だからその、まあ、世代間ギャップみたいなのがありますね、うん、医師の中に、うん、だからこの古い世代、松井さんが今松井さんがいるんです。松井さんが重しになってるんですよ、うん、維新というのは松井さんが重しになってるから、うん、この重しが取れた時どうなるかなんですよ。あ、そうですね、うん、だから重しが取れた時にじゃあ俺たちの時代だって言って若い世代が、うん、まあ、今維新の執行部って結構若くなってるんですけども、まあ、それでも松井さんがいるから多分遠慮してる部分があると思います。なるほど、でこの重しが取れた時に彼らどうなるかですよ、うん、なるほどね、変に暴走しないかって心配してるんですからね、うん、分かりました。もう一つだけ、私どうしてもその記憶から抜けないことが一つあってですね、安倍さんがその総理を辞めた後にその、うん、維新の党首に迎えようという話を橋本さんが知ってたことがありますよね。国政に進出するときですね。あ、そうですね、維新が、あ、その時ですか、うん、その時です。その時に、うん、維新が大阪維新の会が国政進出を目指したのは2012年なんですよ、うん、あ、はい、で2012年入ってからで、うんうん、それでこの時確かまだ民主党政権じゃないですか。そうです、そうです、そうです、ね、それでそれまでなんかひどい話なんですけど、うん、松井さんも橋本さんも、うん、私たちは国政には絶対進出しませんって言ってたんですよ当時はね、言ってたんだけど、うん、ところがさっきの2011年4月の統一地方選挙でバカ勝ちしたもんだから、多分そのこれはいけると思ったんでしょうね。そうですね、で国政に目がいっちゃったんだと思うんです、うん、で国政に実際しましたからね、うん、それで当時日本維新の会、まあ、今の日本維新の会とは違うんですけども、うんうん、日本維新の会っていうのを作って、うん、これ自民党とか民主党だったかな、うん、5人ぐらい引っ張り抜いてきたんですよ、政党交付金がもらえるから、はいはい、ありましたね、でそれで立ち上げた、うん、でこの時にもともと菅さんと松井さんが仲良かった、うん、パイプがあったから、はいはい、でそこでそのパイプを利用して、うん、安倍さん呼んできた。で安倍さんだからもう、うん、もう野党にゲアしてたじゃないですか、確かで野党にゲアしてたからそれで迎え入れようとした動きは当時まあ報道されてますよね、ところが、まあ、それは、まあ、多分安倍さん断ったんでしょう、うん、断ってますね、うん、でただ嬉しい、維新にとって嬉しい誤算だったのはその後、うん、民主党政権から自民党政権に変わって、はいはい、安倍さんが総理になった再度ね、うん、いうことはこれは嬉しい誤算だったと思うんでしょう、うん、松井さんにしてみれば。なるほど、まあ、その辺になると、うん、その
例えばその、まあ、これからどういう格好になるか分からないけど、都民ファーストと国民民主がくっつきそうで、うん、もうそれを維新がかなり強く批判してたりしますけども、うん、自民党の中もその岸田さんになってこうだいぶ様子が変わってるじゃないですか、うん、そうするとなんか妙なその合唱連行があるのかなっていうふうなね。ただね、面白い話があってね、やっぱりね、今国政維新の議員さんいるじゃないですか、元自民党結構多いじゃないですか、うん、で地方議員からなった人結構いるんですね、本当は自民党に戻りたいって人も結構いるんです。もう名前言わないけども、名前は言わないけど、まさか政調会長じゃないですよ、ね、名前言わないけど、名前言わないけど、はい、まあ、僕ある自民党の議員さんと話をしてたね、いや、僕は電話かかってきたんだと、国会議員から、で自民党に戻りたいっていうふうな話を受けたっていうんです。そうだ、あ、なるほど。それでじゃあ分かったと、うん、分かったけども、だったらそれならば、うん、自民党の悪口、うん、自民党をその吸収さすような悪ざまな真似だけはやめろっていうふうにアドバイスしたらしいんです。なるほど。だから全部が全部じゃないけど、中にはそういうふうに自民党 に戻りたいっていう人はいると思う、やっぱ自民党に行くと、もしかすると、うん、だって閣僚の面もあるかもしれない、あるかもしれないから、はい、だから上昇志向の強い人ほどそういう人いるかもしれないですね。あ、なんかこう だいぶこう様子がこう見えてきましたんで。いや、ありがとうございました。いろいろと、なんていうか、手順がうまくいかなくて申し訳なかったんですが、いえいえ、また第2回目を一つ、はい、まあ、そういう様子企画しますんで、はい、はい、ということで今日はすみません、本当にありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。